ウスキタスク林村塔家、深園香港華人キリスト教連会、ウスキタスク林道墳上、ウスキタスク林は、香港島西部の住宅地、文京地区である。香港18区では、南区に属する。ビクトリアピークの斜面から、西側の海に向かって開けた、住宅地区で、高低差が大きく、変化に、飛んだ地形をしている。高台を走る香港島西部の幹線道路、 薄木タスクリンドーからの眺めは相関である。香港大学の学生宿舎、医学部など、教育関係の施設や、病院などの医療施設も多い。香港有数の大病院、メレー委本徳公爵婦人児童医院のような小児病院、無霧広島田、公院などがある。医療施設が多い背景には、山と海に囲まれ、北部の都会とは一線を画した土地柄にあり、 環境に恵まれていることもあろう。海沿いの住宅地は、西洋人が多く住んでいる。また中華キリスト教墳場という墓地もあり、特筆すべきは、こういった西洋人の住む高級な住宅が立ち並ぶ中に、香港の昔ながらの村がここ薄木タスク林には残っている。鋼、西湾村と薄木タスク林村である。バス通りから特に校舎は、 そのバラックのような建物が立ち並んでいるのでよく見ることができる。このような古くからの村は政府の開発事業等により壊滅の危機があり反対運動も起きている。さらに山間部は薄北ス,スク林荒野公園と呼ばれ自然に親しむことのできる区域が設けられている。ここには香港島の重要な水が目の一つ薄北ス,スクリーンスイーツツツミがある。 ここの代表的なハイキングコースとして、薄木タスク林や楽景と港東景第1弾がある。また、区域の北部には、竜子山荒野公園があり、こちらにも、ハイキングコースが設けられている。交通は、鉄道はないので、バスによる交通となるが、将来、MTR 南高等線が通る予定になっている。ただし、薄木タスク林には、駅が設けられない予定である。 ありがとうございます。